公益大に関わる人や取り組みにスポットを当てる公益パーソン。鳥海山の豊かな自然、この地域の魅力を発信していこうと、公益大は秋田県立大学とともに PR 映像を制作するワークショップを行っています。公益大、秋田県立大からそれぞれ10名ずつが参加。学生たちはグループに分かれ、鳥海山周辺にある温泉施設や観光地の取材を行いました。霧島見えるもんね、これいいわ。酒田市の鳥海高原家族旅行村を取材したグループはインタビュー撮影を行い、隠れた観光スポットを聞き出しました。制作した動画は10月をめどに YouTube や県のホームページで閲覧できるようにする予定です。最上川を渡る人たち、ちょっと昔こんな風景がここにありました。母なる川を駆け抜けて、私は今夢に向かって走り出しています。